第一朗読、人たちの宣教。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちとの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムへ登ることに決まった。そこで使徒たちと長老たちは教会全体と共に自分たちの中から人を選んでパウロやバルナバと一緒にアンティオキアに派遣することを決定した。選ばれたのはバルサバと呼ばれるユダおよびシラスで、兄弟たちの中で指導的な立場にいた人たちである。人たちは次の手紙を彼らに託した。使徒と長老たちが兄弟としてアンティオキアとシリア州とキリキア州に住む異邦人の兄弟たちに挨拶いたします。聞くところによると、私たちのうちのある者がそちらへ行き、私たちから何の指示もないのに、いろいろなことを言って、あなた方を騒がせ、動揺させたとのことです。それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロとに同行させて、そちらに派遣することを、私たちは満場一致で決定しました。このバルナバとパウロは、私たちの主イエス・キリストの名のために、身を捧げている人たちです。それでユダとシラスを選んで派遣しますが、彼らは同じことを口頭でも説明するでしょう。聖霊と私たちは次の必要な事柄以外一切あなた方に重荷を負わせないことに決めました。すなわち偶像に捧げられたものと血と締め殺した動物の肉とみだらな行いとを避けることです。以上を慎めば良いのです。健康を祈ります。神の御言葉。諸国の民はあなたをたたえ、
第二朗読、岩根の目視。この天使が霊に満たされた私を大きな高い山に連れて行き、聖なる都エルサレムが神のもとを離れて天から下ってくるのを見せた。都は神の栄光に輝いていた。その輝きは最高の宝石のようであり、透き通った碧玉のようであった。都には高い大きな城壁と十二の門があり、それらの門には十二人の天使がいて名が刻みつけてあった。イスラエルの子らの十二部族の名であった。東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。都の城壁には十二の土台があって、それには子羊の十二使徒の十二の名が刻みつけてあった。私は都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と子羊とが都の神殿だからである。この都にはそれを照らす太陽も月も必要でない。神の栄光が都を照らしており、子羊が都の明かりだからである。神の御言葉。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛し、私たちはその人のもとに行く。アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。その時イエスは弟子たちに言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく、私を近しになった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護士や、すなわち父が私の名によってお近しになる聖霊が、
あなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところへ戻ってくる。と言ったのをあなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God, and its light was like a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal, and it had a great and high wall with 12 gates.And on the gates were 12 angels. And having names inscribed, which are the names of the 12 tribes of the sons of Israel. And the wall of the city had 12 foundations, and in them were the names of the 12 apostles of the Lamb. And the 12 gates with 12 pearls, respectively, each one of the gates was one pearl.And the street of the city was pure gold, as transparent glass, the river of the water of life, sparkling like crystal, and coming from the throne of God and of the Lamb, and flowing down the middle of the city street. On each side of the river was the tree of life, which bears fruits 12 times a year, once each month, and its leaves.After the healing of the nations. And the city had no need of the sun, nor of the moon, that they might shine in it. For the glory of God illuminated it, and its lamp is the Lamb. Listen, says Jesus, I am coming soon.I will bring my rewards with me to give to each one according to what he has done. I am the first and the last, the beginning and the end. Thank you.